皆様おはようございます。本日もねガリオコフィッシングクラブね、本日もシーズンズでお世話になっております。で今回はもうミキマルくんがもうちょっとジギングで心折れまして、代わりにねてっちゃんね、鉄工所のてっちゃんが今日はね釣りに参加ということで、てっちゃんは普段磯釣りですもんね。ね、今回のために釣り道具を揃えてくれたということで、ビギナーズラックって言葉ありますからね、本日大物を釣るのはてっちゃんじゃないかと思いますが、まあこれからグル君を釣りに行き、それを餌に泳がせて赤陣を狙っていくと。そして野崎くん、はい、今日も野崎くん一人ジギンガーですけど後半もしかしたらじゃあ今日はまあとりあえず三木丸くんの代わりに、代わりといったらなんですけど、まあ初め前半ジグやって、あまりにも寂しいようだったら泳がせをやると、そういうことですね。ありました。私はね今日もう完全にかかった魚を全部あげるつもりで、もう本当に大物タックル持ってきてますから、今日はでかいの上がりますよ。というわけでね、本日もシーズンズさんにお世話になって赤陣の泳がせいきますから、皆さん気合い入れてよろしくお願いします。いやあのさ、この前本当におじさん餌で大フィーバーだったから今日もマジでおじさんじゃねえかなと俺は思ってんのよ。本当にね、おじさん餌マジで最強だったからね。グル君絶好調ね。潮がもう速くて船長が30メーターって言うんだけど、37、8メーター持ってかれる。でかいから振り込んじゃねえんじゃねえかな。あ、すげえ引けますね。これあの紫の変なあグルクン、グルクン、あ、違う違う、ほら、ほら、大悟くんが好きなやつだよ。紫きた、うわ、これきた。これは大悟くんの煮付け料理ですから、ね、あ、前回食ったんでしたっけ。大悟くん、あ、そうなんですか。マジかよ、甲羅にしたら美味しい。だいぶ流れてるな。めっちゃ来た。え？おー、来た。出して。おー、よかった。おーやり。おーい。おー、やったね。おーやー。あー。これがあるんだよな。これがあるんだ。これがあるんだ。やだもう。毎回同じ。85使ったのに。どっから切られたんだろうね。切られたんだったらサメでしょ。もう80だったら。はいはい、針だけなら。
ガレオコフィッシングクラブも本日2日目、まさかね、昨日ね、初日グーくん釣りは爆釣でしたけど、まさかの大物不発ね、いい当たりもありました。大悟くんがまたいつもの通りぶった切られるシーンもありましたね。そして私はもう絶対大物を釣るということで電動タックル持ち込みましたが、私は不発ね。だけど昨日のおかげで餌は死ぬほどありますから、今日はフルに大物釣りできますからね。今日は気合い入れて昨日と同じようにボツにならないように、はい、よろしくお願いします。はい、すごい、おでかいよね。おお、素晴らしい。わ、これもでかいよ。あ、これ石垣。根掛かりでした。根掛かり。生命反応がない。ありがとうございます。ちょっとハードタックルすぎてすぐ上がっちゃうんですよ、これ。これはもうすぐ上がっちゃうからね。満足度にはつきますね、これは。本物ですよ。本物なんだけどね。ほら、本物なんだけどね。これ本物ですよ。船長、本物来ましたけど。これが本物なんですけどね。よろしくお願いします。本物は、でもほら見て、すごい食いが渋かった。皮一枚、うわ、頑張りましょうか。おめでとうございます。あれ見てるね、ちょっとてっちゃんのね、あれ見てるから全然テンションが上がんないあ
来てよかった。素晴らしい。すごいな。めっちゃ爆笑。あれだって餌結構大きいですか？大きいです。すごいね。3連発。マジか。皆様お疲れ様でございます、ただいま時刻は13時になります。ちょっともう海の方もだいぶ荒れてきたので本日は早上がりになりますが、本日の釣果、不甲斐ない、ね、今日一番活躍したのはなんと鉄の男、ね、もう立派な赤字に釣ってますからマジでびっくりですよ本当に。で私はまあ当然のごとく赤人を仕留めていますが、もうてっちゃんのねビッグサイズにはもうかな到底かなわず、そしていつもの坊主2人組ご存知、はいはい、今回の敗因は何でしょうか。今回ちょっといろいろブレましたね。そうね、まあ毎回ですけど三木丸くんがいないから急に餌をやり始めてみたりね、平場を回しやり始めてみたり、で酒を飲みすぎてため息を連発でこいてみたり、ね、そういうことでございます。そしたら早速ちょっと釣果見てみましょう。餌もいい感じに使い終わりましたね、ほとんど。うわー、こいつですよ。なんといっても7キロだっけ。これが1個でかい。これはでかいよ。うわあ、どっちがでかい。あ、こっちがでかいわ。うわあ、これはでかい。ちょっとこれてっちゃん、はい、ちょっと持って。うわあ、てっちゃんどうだった、初めての大型赤人は。最高っすね。え、来てよかったねえ。諦めないで根気命ですから。というわけでね、本日は、赤人、ね、渋い中、やっぱり昨日と同じですね、流れ的には。午前中、バタバタバタっと釣れて、午後の潮止まりから、上げにかけて全然、ね、当たりが遠のいちゃって。まあ、とにかくね、でも、竿は振ってないと、魚は釣れませんから。あ、それ私が釣った超ちっちゃいやつね。これやっぱ本当ね、電動リールダメですね。ありました。じゃあ本日はね、また、皆さんありがとうございました。シーズンズの船長もね、いつもながらありがとうございました。ね、野崎くん。はい。船長が今日、昨日、今日とね、あんまり俺たちの釣果が振るわなかったせいか、最高のスポットに泳ぎに連れてくれましたから。ね、もうサービスが半端じゃないです。船長ありがとうございます。見てください、これ。リーフ。でね、今からちょっと1時間ほど遊んで、それで本日は帰宅しましょうと。